的接着灯，我就走主线。越见爷。东京。18岁，然后出发前往越境爷。城市行くのか。ああ、せやけどまた戻ってくるかもしれんで。あんたが山おろしを狙う理由まだ聞いてへんからな。好きにしろ。ほんま世話になったわ。あんたがおらんかったら俺もババも今頃熊の餌で。本当にありがとうございました。あんたらがどうしてこんな山奥で遭難したのかは聞かないでおいてやる。これから町に降りて何をしようとしているのかも興味はない。だがこれだけは忘れるの。生き物にとって狩りと身を守ることだけが許される殺しだ。分かったな。肝に銘じとくわ兄貴。それじゃ行きましょう。奥寺、ほら。要保存，直接跳第一章，第四章。游泳无谋战斗，王子公園では明日の夜から始まる月見の雪まつりに向けて多くの人々が最後の準備作業を行っています。冬の代名詞とも言われるこのお祭りを見るため毎年多くの観光客が全国からやってきます。商店街の人々にとっても大事な書き入れ時として強い期待がかかります。先日刑務所で発生した火災事故の続報です。事故後署内から行方をくらましている2名の受刑者について、北海道警察は今朝刑務所近くの山中でうち1名の受刑者を遺体として発見したと発表しました。残る1名の受刑者に関しても現在も付近を逃走中の可能性が高いとみて全国に指名手配しました。指名手配されたのは元搭乗会計組員の佐江島大賀受刑者です。北海道警察は佐江島受刑者が今天上海能有学到龙罪那天吗？龙罪是什么？我就不知道。現在月見の不知道什么是龙罪。兄貴、網走刑務所が火災って言ったよ。それに遺体が一人見つかったって。あの、アジトの就是替老板打鼓，威力跟打鼓一样，还强制晕眩。他不知道去哪里学，这个我就不知道。不知道去哪里学。今様子を見てきましたが、かなり厳しい状態ですね。警官がかなり手回ってますね。大通りを抜けて素直にアジトに行くのはやばそうです。ほなどうやって行く？とりあえず
俺が先を行きます。兄貴は少し離れて、目立たないように俺の後をついてきてください。分かった。要去哪里？算了，先走一下。自由活动的时候再来。而且他刚到都市，他就可以张罗好秘密基地，这个剧情太扯了啊！那两个刚逃狱出来的人就可以张罗秘密基地。挡路哎、欸！唐吉诃德，北极星。这有点远嘞，警察，警察。要在月间也买金盘回去聚落，才能找天同学龙坠。哦，金盘那个、哦，因为没有钱呢、啊，还没有钱呢、啊。还没有钱，金盘好像要去赌场弄一个吧，或者是唐吉，那或者是那个什么，看账户有没有。ここです。ようこんなとこ見つけたな。昔俺の兄弟分がやってた馴染みのバーです。当然営業してると思って立ち寄ってみたんですが、この通りのありさまで。まあこっちとしては逆に好都合だったんですが。どうぞ座ってください。どうやらここ10年の間、月見野の街もすっかり変わっちまったみたいですね。昔はどの店も繁盛してたんですが、なんだか寂しい気分になりますね。確かに結構前に潰れたみたいだね。あった。マッカラン1946がありますよ。いい調子よ。あ、ちょっと待ってくださいね。封が開いていなかったんで、多分大丈夫だと思うんですけど。十年没喝过酒，好几年没喝过酒了。でも不思議ですよね。本当なら今頃仮釈放でシャバに出ているはずの二人が、こんな場所でこんなにビクビクしながら酒を飲むことになるなんて。いつかお前と飲みたい思ってた。悪い気分やない。
しかし、どうして冴島さんだけ指名手配されてしまったんですかね。俺なんか実名も公表されないまま遺体で見つかったことになってましたし、一体どういうことなんでしょう。やはりあの刑務所のことも指名手配も全部東条会が裏から手を回してやってることなんでしょうか。どうしました。ちょっと表出るわ。え、こんな状況の時にですか。ああ、ずっとここおってもらっちゃうかい。いやでも表は警官がうようよしてますよ。大丈夫や、こういう状況にはある意味慣れとる。2年前のせいだしね。他人第二次逃狱。そうですか。でもどうするんですか。北方組の情報でも集めるつもりですか。せやな、北方いう男に会おうにもどこにおるかわからんことには近づけんしね。そういうことでしたら、バーアンビシャスという店に行ってみてください。そこの店なら今でもきっと北方組の人間はいるはずです。アンビシャス。はい、その店の奥には昔から北方組がやってる賭場があります。カウンターの男にチップを渡せば裏カジノに案内してもらえるはずです。そこで一暴れしたら北方の情報も得られるっちゅうわけやな。ええ、でも十分気をつけてください。北方組は一度敵とみなした相手にはとことんやるタイプの古い極道組織です。親父のためなら命投げ出すっていう筋金入りの連中が集まってる組なんで。なおさら楽しみやな。あ、それと兄貴、これ持って行ってください。携帯か。装置。ええ、昔のツテで手に入れました。プリペイド式なんで足がつくことはないはずです。わかった、ありがたく使わせてもらう。这种事刚来什么都有啊。路上中才3万块，打猎都不止这个钱。拍到的照片，哦，打野，歌德附近，那没事，我找那个摩基科德阿尔卑斯，不对，跟天同学玩霸体，还有龙坠就能当无双玩了。等一下，我现在是这个月剑爷，这个应该这一只会比兽屋吧，我去。会比兽看一下，哦，我们差点要拿到会比兽，哎，拿刀子。
我不要了。攻击不太够啊！我要金盘啊，给我白金盘，他只要给我金盘，我就不用买了。但白金盘更贵的样子，白金盘好像比金盘更贵。什么前训呢？哦，上三分电。いらっしゃいませ。あ、金盘。一個金盘。没什么特别可以买，黑伞。ありがとう。いらっしゃいませ。对啊，宅金盘比金盘更贵。这么刚好路人中间。对啊。ありがとうございました。いらっしゃいませ。总改卖掉。ありがとう。哎，奇怪，为什么我的钱忽然间少很多？我刚不是原本不是六七十万吗？怎么出来剩一半？钱是被谁偷走了？就原本钱没那么少啊，为什么？难道下山花一堆钱吗？我现在打猎明赚很多钱，奇怪了。还是我昨天忘记存档，不会可能吧？我是怕我忘记存档就惨了。我觉得我钱怎么换少一半以上？我猜我昨天已经完全没存档。我昨天好像是要先那什么啊，要先回血再存，我好像直接关掉了。いらっしゃいませ。因为看这个钱绝对不对了。ありがとうございました。いらっしゃいませ。
辛辛苦苦大半年职业肥皂打猎钱。我应该是没有存到档，我看一下昨天的，看一下我昨天的那个，因为钱少至少一半以上不太可能。看一下我最后昨天的存档最后面是到了，我昨天至少六七十万以上，不会剩那么少。对啊，没有保存了。昨天有69万，我完全没有保存了。我直接把它关掉，白痴。它这个也没有自动存档。我想要奇怪的，那个图示看起来不对，最后钱也不对。我昨天打一整天什么，全部都白打了。蛮乱的啊，真是。完全没存档啊！有时候这样贪小便宜，想要回一点血，就妈浪费一整天的内容。训练全部都不见了吧？重练吧。哦，好像都不见了，还是有，看一下，会不会整个连训练都要重打？好笑，不确定昨天有没有训练。留到打龙坠之前。昨天好像是打猎，哦，昨天是打猎而已。昨天一整天打猎都没了。难测吧。啊，真是浪费了一整天呢。不先学招式吗？没有，我现在在解任务，我要剪那个剪影片的，我最后不要浪费太多时间，不然影片剪起来太长了，会有一堆莫名其妙的内容都混进去。跑路欠了30万开溜，一呀！被人陷害，
耶。My day song。超级摩托车，几秒内就直接把它干掉。恭喜他们！正负双星残丸，500,000。逃离工作完造成损失。之后还是付50,000。好，加油吧！最后的鉴别。第三个支线，对都会的憧憬。